それでは会見を始めます。今日は、米国政府からの返書について報告したいと思います。私は4月28日に米国オバマ大統領に核兵器廃絶へのイニシアチブを要請する書簡を送りましたが、この書簡に対する米国政府からの返書がこの間届けられましたので今日公表いたします。英文のものと和文の私どもの訳と2つ文書が言っていると思います。それで英文のコピーはですね、一箇所だけご本人の署名がなされている部分があるんですが、これは個人情報の保護という観点から私どもで伏せるような形にさせていただきました。この返書はですね、オバマ大統領がグリーン・デイビス国務次官補代理に指示をし、次官補が大統領に代わって書いたものとされております。で、私の大統領宛ての書簡は大統領のプラハでのですね、核兵器のない世界を追求するという提起を歓迎する立場から、どうすればこの提起が生きて力を発揮するかについて私たちの考えと要請を述べたものでした。で、返書ではお読みいただいた通りですね、私が書簡の中で大統領のプラハ演説についての感想と、どうすれば最良の方法で核兵器のない世界を実現できるかについて考えを伝えたことへの感謝が表明され、この問題に対するあなたの情熱を嬉しく思うとの評価がなされ、資料に富んだあなたの書簡に重ねてお礼を申し上げるとの言葉で結ばれております。こうした返書がですね、公式に送られてきたことは、オバマ大統領が核兵器廃絶という問題に対して真剣な姿勢と熱意を持って望んでいることを示すものであって、私は歓迎したいと思います。私が書簡で要請した2つの点、すなわち1つは核兵器廃絶を正面からの手段とした国際交渉を開始する、もう1つは来年の NPT 再検討会議で核保有国が自国の核兵器の完全な廃絶を達成することを明確に約束する、この提起に対してオバマ大統領が今後どういう具体的対応を取るかは期待を持って見守りたいと思います。ただこの点で5月5日 NPT 再検討会議の準備委員会にオバマ大統領がメッセージを寄せ、核兵器のない世界という平和と安全の追求を改めて訴え、米国が NPT の約束を果たすと表明したことが、これは大変私たち重視しております。これはブッシュ前政権がですね、核保有国の約束を否定したことから、2005年の NPT 再検討会議は何らの成果も終えず、挙げられず終わったわけでありますけれども、そういう前政権の姿勢に加えますとですね、前向きの姿勢の転換への一歩であって、私は注目してこの行動を見ました。で、この核兵器問題の帰属を決めるのはもとよりですね、世界植民の世論と運動の力に他なりません。ですから来年の NPT 再検討会議に向けて、昨年の原子力に世界大会を呼びかけた速やかに核兵器禁止廃絶条約の交渉を開始し締結すると、この国際署名がですね、取り組まれておりますけれども、この署名をはじめとしてですね、核兵器を廃絶を目指す草根の世論と運動、とりわけ唯一の被爆国日本での世論と運動がどれだけ広がるかが、この問題の帰属を決めると決定的に重要だと、そのために私たちは全力を尽くす決意を述べて
おきたいと思います。はい、どうぞ。サンケイのカーカー、はい、これ返事はもう、5月5日付で発送されたということです。これ受け取ったのは何日？ですね、これは受け取ったのはこちらに直接届いたんですけれども、党本部に5月16日です。それで先方のスタンプは5月8日付のスタンプがレターに押されておりました。ですから若干の手続きがその後もあったんだろうというふうに推測されます。それで16日に届いたわけですけれども、昨日ちょっと予定していたんですけれども、リリースの仕方について、大使館並びに本国とですね、調整が必要だったので今日ということになりました。委員長は書簡を出されましたけれども、返事が来るとその当初は考えておられます。私の書簡では直接はですね、返事を求めたものではないんです。で、私の書簡の真意というのはオバマ大統領の発言がを歓迎する立場から、ぜひこれが生きて国際政治を動かす力を発揮してほしいという私たちの考えと要請が先方に伝わればそれで十分だという考えでした。ですから返事を求めたものではありませんでした。で、ただこの間のですね、非常に大使館のサイドのこの問題に対する真剣な姿勢あるいは態度などを見ますと、何らかのですね、対応といいますかもうあり得るかなということは考えておりました。はい、どうぞ。アメリカからですね、返事が来るって画期的なことだと思うんですけれども、共産党さんのですね、これからのアメリカからですね、それについてですね、見直される可能性というのがあるんですか。それと言ってるんですけれども、内容のことですが、昨日から今日にかけてもリリースの仕方を調整する必要があると思うんですが、どの点を考えたというか、内容についてではないというか。そうです、そうです。後者についてはやはりこういう書簡が届いた際にですね、どういう形で公表するかについて、やはり先方と詰めた方がいいということで、例えば、この現物そのものはですね、お示ししないで、そして概要を示すというやり方もあったでしょうし、それは先方の意思いかんだと思うんですね。そしてできるだけ合意して進めた方がいいだろうというふうに思いました。ですからこれは私たちだけの一存で決めないで、大使館とも連絡を取りながら、大使館も本国と連絡を取って、最終的にですね、原文そのものをこういう形でリリースして結構ですというお話でありました。ですからその手続きにちょっと若干時間がかかってしまったということです。それからアメリカとの関係について言いますと、やはりこういう返書が来たというのはですね、我が党の歴史でのですね、アメリカ政府から公式の形で返書が来たというのは歴史上初めての出来事なわけです。で、これまで核兵器問題を中心にですね、アメリカ大統領に書簡を5回にわたって出したことがありますけれども、返書が来たのは今回が初めてということになりました。で、そこはやはりアメリカ社会がですね、大きく変わりつつあるということを非常に実感をいたします。まあ、一言で言ってですね、新しい大統領がですね、聞く耳を持っていると、すなわちアメリカに対するさまざまな意見、もちろん耳に痛いことも含めてですね、聞く耳を持った大統領が生まれたということを実感しております。で、この問題ではですね、前向きの一点が、確認もされる。しかし同意できない点も率直に話しました。で、ただこの点で明らかな変化が起こっていることは事実ですから、やはりそれが実るような方向で我が党としてはあらゆる努力をしたいというふうに思っております。で、ただ
そのオバマ政権全体のですね、外交路線がですねどうなっているかということについてはまだですねその全体についての評価を言うのは早いと思っております。それから日米関係についてはですね残念ながらまだ今のところ変化は見られないというのが現状だと思います。米軍基地の問題あるいは、自衛隊の海外派兵の問題等々のですねこの問題については現政権に変化は見られないと、まあ、日本の側の日本の政府の側も変化を求めていませんからそういう中で変化は見られないのも事実だろうというふうに思います。ですからこれはですね、これ事実に即してよく見極めていきたいということにつきます。ですから私たちアメリカ社会が大きくこう変化を感じると言ったんですけどももう一方で言いますと私どもも2004年に綱領を改定しましてでその綱領改定の中でですね独占資本主義国イコール帝国主義とは簡単に言えなくなってきたということもですね、明らかにしました。まあ、いわば帝国主義論の発展をその綱領改定の時にいたしました。そしてやはり事実をよく見極めてそしてその国の取っている実際の行動を見極めて判断するというふうにいたしました。それでアメリカについてはですねアメリカの取っている対外政策全体を分析して綱領では帝国主義という規定をしております。でしかしそのアメリカについてもですね、アメリカがやることはですね全部否定的なことだというふうにあらかじめこう先入観を持って見ることはしないということをこの前の綱領改定では明らかにしてですねいわば復元で見るとアメリカの行動でもですね世界の世論を反映して前向きな変化が起こったときにはそれはそれとして、私たちも評価をする。しかしまずい点はですね率直に批判をする、まあ、いわば復元で見て復元で対応するということをこの前の綱領改定の際にですね私たちもそういう立場を決めたわけです。ですから今回かなり思い切ってですね大統領の所感を相変わらして発出したのもですねやっぱり綱領の路線に立ったものだということも言えると思います。先日の中でこう日本政府との協力を望んでいると、はいはい、いうことで、はい、共産党の立場からこう現麻生政権に何か誰かの方針を、そうですね、これはアメリカ側は望んでいますという言い方をしているわけですね、協力を。で、やはり私はアメリカは一歩踏み出したと、核兵器のない世界ということに向けて、オバマ大統領踏み出したという新しい踏み出しをやったわけですから、私はやはり被爆国、唯一の被爆国の政府である日本政府がですね、やはり核兵器廃絶という目標に向けて、まさにそれを主題とした国際交渉を行うというそのイニシアチブを日本政府こそ取るべきだと思いますね。つまり私が所管で提起したような内容は本来麻生首相が提起して叱るべき内容ではないかと私は考えております。そういう協力をこそですね、日本政府はやるべきだと。あと、すみません、はい、どうぞ。かぶる部分もあるんですけど、はい、まあ、委員長がこう所管を出されたことでこう返事が来ると、まあ、いわばキャッチボールが始まったような関係になると思うんですけど、この共産党とこうアメリカとのこう今後の関係をこうどのように考えますか。これは非常に大事だと思っております。こういうこの問題は一つの核兵器という核兵器問題というですね人類的課題、人類の死活的な課題についての問題に絞ったものですけれども、まあ、こういう問題を通じてですね、まあ、いわば日本共産党という一つの政党でありますが、そういう政党とアメリカ政府との、まあ、国交が開けたといいますか、公式のルートが開かれたということだというふうに理解しております。すなわちこの書簡をですね、この大使との会談で公式に届け、そして大統領の指示でですね、国務次官補が公式に政府を代表して返書を出すということですから、相互にですね、まあ、政党と
政府という関係ですけれども、公式の何て言いますか、話し合いのルートが開かれたというふうに私たちは理解しております。これは非常に大事なことであって、私たちアメリカの取っている政策に対する批判点は元よりたくさんあります。で、しかしアメリカという国を元より否定しているわけじゃありませんし、敵対を望んでいるわけでもない。やはり本当の友好の関係をですね、アメリカという国とは築きたいというふうに願っているわけでありまして、ですからそういう点ではですね、どんな問題でも自由にですね、意見を相互に交換すると。で、互いに立場が違ってもですね、相互に立場を理解するということができる関係になったというのは非常に大きな意味を持っているというふうに思っております。